はい。えー、それでは始めていきたいと思います。皆さん、こんにちは。はい。えー、こちらはですね、えー、司法書士合格への思考力完成ゼミの民法第1回と、まあ、いうことになります。はい。えーと、それではですね、始めていきたいと思います。まあ、あの、一応、全くご存知ない方もいるかもしれないから、あの、言っときますが、先ほど、 申し上げました通り、こちらのゼミでは、あらかじめ、あのー、レジュメ等を配布せずに、まあ、だから Web クラスの方は、あらかじめレジュメ見ないでくださいねってことなんですけれども、こちらのホワイトボードに必要なことは記入しつつ、まあ、受講生の方とやり取りをしていって、で、一定のテーマが終わるたびごとにですね、えー、こういう形の重要論点シートっていう、まあ、その、 取り上げたテーマをまとめたものをお配りしていくという形式になっていますで一応趣旨としてはですねあらかじめ配っているとそちらを目で追ってしまうということになるのでそうじゃなくてその場でちゃんと考えて自分であの頭を使って考えるっていう作業に集中してほしい。 ま、いうことなんですね。で、ホワイトボードに書いた事柄についてはそういうわけで、後でお配りするレジュメに基本的に書いてありますので、あのー、まあ、頑張ってメモを取る必要はありません。で、あの、手を動かした方が、 頭に入りやすいという方もいると思うので、あの別にあのメモを取ることを禁止する趣旨ではありませんが、一応ですね、頑張ってメモを取らなくても、後でこういった形でまとめたものをレジュメとしてお配りしますので、そこのところは心配しないでくださいよと。まあ、くれぐれも考える作業に集中するようにと、まあ、いうことでお願いいたします。はい。それではですね、まあ、早速始めていきたいと思うんですけれども、本日はですね、はい。 まあ、いきなりなんですけれども、えー、っと、まあ、その、講座進行表にありますように、虚偽表示ですね、の話から入っていきたいと思います。で、あの、虚偽表示のところはですね、まあ、あの、民法で、えー、まあ、択一で、まあ、当然のことな品質のところなわけですよね。で、まあ、どうして品質なのかといえば、まあ、どこかで聞かれてるとは思いますが、まあ、この虚偽表示ですね、まあ、非常に、 司法書士が巻き込まれる可能性の高いような事案だと。まあ、いうことなわけですよね。で、まあ、あの、虚偽表示については、もちろん、まあ、目的物が、まあ、動産でももちろん成立するんですけれども、まあ、不動産についてですね、ええー、まあ、よく行われると。ま、いうことですよね。で、えー、っと、まあ、 これからですね、えー、徐々にこちらの中身やっていくんですけれども、あの、まあ、簡単に、えー、ささっとだけ言っておくと、まあ、あの、借金とか返せないっていう時にですね、で、自分の持ってる不動産が、まあ、差し押さえられてしまう可能性があると。 まあ、そのような時にですね、不動産を、えー、誰かに譲渡したということにして、まあ、その人のものでなくなればね、差し押さえができないということになりますので、まあ、そういう差し押さえを逃れる手段として使われたりするとで、まあ、不動産ですから当然、その虚偽表示に基づく登記、まあ、などが、まあ、されるわけですよねで、その際に、まあ、司法書士がですね、虚偽表示であると。 まあ、差し押さえを逃れるためのものであると、まあ、いうことを知らずに手を貸してしまったりと、まあ、いうことがあり得るわけですよね。で、だから、そういうことがないようにと、まあ、いうような意味でも、まあ、非常に虚偽表示、司法書士にとって重要な部分ですので、まあ、したがって、それだけ本試験でも、まあ、頻繁に出題されると、まあ、いうことになるわけなんですね。で、それだけ重要なところですので、まあ、ぜひしっかりと、あの、押さえていっていただければと思います。で、まずはですね、はい。 えともうすでに書いてあるんですけれども、えー、虚偽表示ってどういう事柄なのかなっていうのを、えーまあ、別の規定である心理留保、ね、の事案と、まあ、比較しながらですね、まあ、検討していこうかなと、まあ、いうふうに思うわけですねで、まあ、早速なんですがもう図が書いてありまして、まあ、とりあえず心理留保の方から聞いていこうと思うんですけれども、まあ、例えばですね、まあ、A がいて A が何か不動産を持っていて、まあ、土地ってことにしましょうかね。はい、で、何か B がいてと。で、そうすると、心理留保って、例えばどういう事案ですかってことなんですけども、ご、は、めい、じゃあ、前の方から早速お願いいたします。今日はあの、えー、と前の方からちょっと順番にということでいこうかと思いますんで、この図を使って、 心理留保って、例えばどういうことですかというのを説明していただきたいんですけども、A が土地を、そうですね、B に売るつもりがないのに、売るって言ったりすると。まあ、いうことですよねな。なんでそんなこと言うんですかね、売るつもりがないのに。うん、まあ、あれですよね。まあ、例えば、 冗談でなんか飲み会の場でなんか冗談のつもりで売るつもりがないのに売るって言ったりするとかっていうようなことがまあ一応想定されていると、まあ、いうことなんですけれども、はいでえー、っとその場合、ですねその意思表示って、まあ、あるいはその、まあ、B がねそ真に受けてじゃあ買うよという意思表示をしたとしてこの AB 間の売買は有効ですか原則は。 原則は有効ということになりますよね、うんまあ、売るつもりがないのにって思うんですけど、なんで有効でいいんですかね。た、えーまあ、多分これだけだと説明しづらいと思うんですけれども、もう一つちょっと話が広がっちゃうんですけれども、錯誤の,の規定がありますよねで、まあ、もうすぐ改正で変わっちゃうんですけれども、一応来年までは。 健康法なので、錯、ま、誤、あの場合と比較していただいてですね、錯、ま、誤、あの場合も、例えば、まあ、A が錯誤に基づいて B に売ると、この土地を売ると言ってしまったという場合、えー、A に売る意思はないわけですよね、で、相手方 B について、まあ、それを知らなかったとい、まあ、うときに、錯、え、誤、ー、だったらあ、ごめんなさいね、さっき。 の答えとしてここが心理留保は有効ですよということですけど、錯誤だったらどうですか錯誤に基づく売買だった場合にその契約って無効ですよね。で、そうすると同じ A が売るつもりがないのに売るって言った事案で。 錯誤、えー、の場合は無効ですよと、まあ、むしろこっちが原則ですかね、売るつもりがなかったんだから、なのに、心理留保の方は逆で原則は有効ですよってなってるということは、まあ、何が違うからですかね。はいうん A、に奇跡性がある。 とあの何が違うかっていうと錯誤はこの、まあ、A が売るつもりがないのに売るって言ってるんですけれどもその、まあ、内容に間違いがあるっていうことを A 自身が知らないんですよね。で A 自身が知らないんだったら A を保護してあげる必要性があるんじゃないかと。だかところが心理留保の場合は A は 分かっててですね、自分は売るつもりがないのにっていうことを分かってて、これ売りますよって言ってるわけですよね。で、えー、A はその、まあ、意思と表示の不一致について、えー、まあ、知らないで表示をしてるんだったら、まさ、あ、ころのように無効にして A を保護する必要があるかもしれないけど、意思と表示に不一致があることを分かってて、えー、そういう意思表示をしているわけですので、まあ、従って、 まあ、A の保護よりも、むしろ相手方である B ですね。まあ、取引の安全って方ですかね。B の保護の方を優先した方がいいだろう。まあ、いうことなんですよね。はい。で、えー、っと、まあ、だから、まあ、原則は有効ですよと。まあ、いうことなんですけれども、まあ、これには例外がありますよね。で、例外は、後ほど、こちらの虚偽表示と合わせて確認をしたいと思うんですけれども、はい。で、えー、こちら。 えーまあ、一応、メインのテーマは虚偽表示なんですけれども、じゃあ、この心理留保に対して虚偽表示っていうのは、まあ、どういう場合なのかと、まあ、いうことなんですけれども、ではい、じゃあ横にいきましょう、<laughs> 虚偽表示、はいまあ、先ほどと同じで、まあ、今回、えー、心理留保のところと違って、まあ、一応 C っていう人も書いちゃったんですけど、まあ、一応 A、B だけで、虚偽表示っていうのは、 これはあの例えばどういうことですかね。